二時奮は、韓国の男性歌手、俳優。東北大学演劇映画画家卒。1996年に17歳で、歌手デビュー。美少年高校生歌手として、もともとモデル志望だった、端正なルックスと歌唱力で、アイドル的な人気を得る。2枚のアルバムがヒットするが、それまでのバラード路線から大きく思考を変えた第3アルバムのリリース後。 歌手としてしばらく低迷が続き、音楽番組の司会やバラエティ番組への出演が増える。2003年には親友である HOT のカンタ、シンファのシンヘソンと3人でプロジェクトユニット S を結成し、アルバムを発売。2004年頃より本格的に俳優業へ進出。同年、フジテレビのドラマ、熱気夢の日日韓ワールドカップ真実の裏側に出演し、 日本でも知名度を上げる。最近はミュージカル、アルターボーイズや、ハムレットに主演し、舞台での演技にも挑戦している。維持奮名儀、リズムパラダイスラブフォーエバーマンエターニティフレンド、トリニティザクラシック、S 名義。ありがとうございます。